はい、こんにちは。マーケンのゆまひろです。はい、今日はですね、ベイブレードバーストのベイ改造トーナメント2018夏休みバージョンの AB ブロック第2回戦ですね。イエーイ。長い。A ブロックと B ブロックを勝ち上がった4つのベイ、うん、これをですね、こうシャッフルしました。はい、この8つのベイですね、うん、今回はこれで2回戦を戦っていきたいなと思います。はい、その前に黄金の5秒間やっていきましょうか。この間に高評価やチャンネル登録よろしくお願いしますね。はい、じゃあ行くよ。せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。うん、それとこの動画が良かったと思ったらぜひ高評価もお願いね。うん、じゃあ早速やっていきましょう。はい、AB ブロック2回戦のベイはこちらの8つですね。うん、まずはディープカーフ0バンプアトミック対リバイブフェニックス0スターアトミックですね。おお、アトミック対決。おお。続いて第2試合はドレインファブリン0バンプエターナル対エンペラフォルネス0バンプヤード。お、ゼロバンプ対決。3回戦はウィニングバルティセブンスターアルティメットリブート対アーチャーヘラクレス10ボルテックスエクステンド。第4試合はヘルサラマンダー12アンダーオービット対トルネードバイバーンポリッシュオービット。オービット対決。オービット対決、しかもこれ歯が多い。うん、僕はディープカウスゼロバンプアトミックでいきます。はい、私はリバイブフェニックスゼロスターアトミックでいきますね。3、2、1、ゴー。さあ、このあったあった、カオスが速くて逃げてる。あら、意外な展開になってしまった。カオスアトミックだからかな。そうだね、両方ドライバー同じか。そう、アトミック、両方ともアトミック。これだけど動きが、ちなみにこうやってぐしゃぐしゃぐしゃってやって、うん、A ブロック同士は混ざらないようにはしたけど、ぐしゃぐしゃぐしゃってやって決めたんで、うん、あの偶然だからね。そうだね、アトミックは。おー、どっちだこれ。え、あ、リバイブフェニックスだ。うん、3、2、1、おっしゃ、当たんない、当たんない。いけ、リンカス、おっけ。あーこんなした、また真ん中にいった。もうちょいあれかな、斜め打ったりしないと戦いが期待できない。アーマーが外れないもん、これじゃ。あ、そっか、アーマーが外れないと重くなっちゃうのか。ディープカウス自体がさ、あんまりこう、イナス系のレイヤーだから、うん、外す力なさそうだよね。そうですね。おっと、またさっきと同じ展開。いや、どうなる。うわぁ、同点。ドローだな、これ。ドロー。3、2、1、おっしゃ。おっ、さっきよりも当たる、当たる、当たる。おー、ちょっとお互いに斜めに打ってみて、うん、でも特に変わらない。あー、特に変わらないのか。アトミックドライバーならではかな、これは。もしかしたら、うん、見た目につまんねえ対決になってしまってる。やっべー。やっべー。どうだ、どうなんだ。お、ディープカオス。はい、続いて私はディープカオスゼロバンプアトミックに変えます。僕はリバーブフェニックスゼロスターアトミックに変えます。はい、3、2、1、ゴーシャ。あー、ゼロ。アマがね、ディープカオスだと外せない、やっぱり。アマ外れてくれ。自分でいなしてるからさ。やはりこの対決だね。ベイを変えても変わらない。そう、ドライバーを変えなければ変わらない気がする。そうだね、これはきついな、きついな。どっちが勝つかまるで予想がつかないです。おー、リバーフェニックス3、2、1。おっしゃ。やっぱり、やっぱり同じだよ。予想はつかないけど。予想つかないね、うん、どっちが勝ってもおかしくないってなっちゃうな。見た目はリバイフェニックスは全然大きいんだけどね。うん、なし性能が、どっちだ、どっちなんだ。カオス、カオス。3、2、1、ゴーシャ。これは今現状2対2なので、これが決着つきますね。これで決着がつく。お願い。さ
さ、ちょっとリバイフェニックスの動きが最初違ったけど、お真ん中にいった。でもやっぱり一緒なんだな、うん、最終的には。さあどっちが2回戦突破するか。おー、おーリバイフェニックスということで、ディープカオス0バンプアトミックが2ポイント、リバイフェニックス0スターアトミックが3ポイントで、リバイフェニックス2回戦突破です。イエーイ。続いて2回戦いきますよ。ドレインファミリー0バンプエターナルでいきます。エンペラフォルネス0バンプヤードでいきます。3、2、1、ゴーシャー。おおおおおと、結構さっきと違う激しい戦いが。おさあまたファブリーグは吸収してますよ。あ、でも最終的にはこういうあこういう感じ。エターナルズ、あれドレンファムネイルが負けそう。あ、いや、勝った。 3、2、1、 おっしゃ。おっと、お、このさ、軽いんだね、お互いね、軽いから結構弾き飛ぶよね、うん、でもバーストまでのパワーがないのかな。あー、またこうなった。厳しい、厳しい対決。またこれはどっち、見た目に厳しい対決、うん、これはどっちが勝つかは分かんない。またドレインファムニーが負けそうだよ。あー、負けそう。あー、ウンペラフォルネス3、2、1、おっしゃ。オーバーフィニッシュ。ドレインファムニーゼロバンプエターナルに変えます。私はエンペラフォルネスゼロバンプヤードに変えます。はい、3、2、1、ゴーシャン。おーバースト。3、2、1、ゴーシャン。さあこの対決でエンペラフォルネスが勝てばもう2回戦突破確定ですね、うん、おー。さあ同じような書き出し対決だった。さっきの動きとはまるで違うけど、うん、あれこの静かな書き出し対決ですね。さあどうなるでしょうか。お、どうやらエンペラフォルネスなのかな。どうなる。お、3、2、1、ゴーシャ。いけ、バーストで同点に。もう ドレインファミリーが勝つには一旦ここでバーストして同点に追いつくしかないけど、まあ難しいでしょう、うん、ドレインファミリーのにはバースト力はなさそう。やばい、これはたとえ負けても勝つからね。お、ドローですね。ドロー。はい、ということで2回戦はドレインファミリーグ0バンプエターナルが2ポイント、エンペラフォルネス0バンプヤードが4ポイントということで、エンペラフォルネス2回戦突破です。はい、じゃあ3回戦いきましょう。僕はウィニングバリキリセブンスターアルティメットリブートでいきます。はい、で私はアーチャーヘラクレス10ボルテックスエクステンドでいきます。はい、 3、2、1、 ゴーシャ。はい、エクステンドはハイアングルモードですね。 おっといけバリキリ。おっと、さあお真ん中に寄せたよ。こうなるとアルティメットリブートもうした？うん。した？したのか。あ、今したんじゃない？でも威力が弱い。あー。これはやっぱりアーチャーか。アーチャー。3、2、1。おっしゃ。ちょっと早めにシュートしちゃった。あ、また。うわー。なんと。3、2、1。おっしゃ。はい、ノーマルモードにしました、エクステンド。えい。アルティメット。おー。やっちゃった。はい、続いて私はウィニングバルキーセブンスターアルティメットリブートに変えます。アーチャーヘラクレス10ボルテックスエクステンドに変えます。はい、3、2、1。ノーマルモード。ノーマル、あ、ノーマルの方がね。ウィーン。3、2、1。アルティメットリブート意味なし。追いついてこい、追いついてこい。あー、追いついてこないのね。これはもう当たんない。アーチャーヘラクレスの安定感がすごい。あー、ダメだ。ということで3試合目はウィニングバルキーセブンスターアルティメットリブートが2ポイント、
アーチャーヘラクレス10ボルテックスエクステンドが5ポイントということでアーチャーヘラクレス2回戦突破です。はい、はい、じゃあ今回最後の第4試合いきましょう。ヤルタノマンダ12アンダーオービットでいきます。はい、私はトルネードアイバーンポリッシュオービットでいきます。はい、3、2、1、ゴーシャー。さあエルサラマンダー A ブロックでは結構強かったからね。うん、ただこのイナス・ワイバーンにどう勝てるでしょうか。ガゼル・ワイバーンすごい軽い感じがするね。うん、軽いけどいなしてるから、あ、これもやし、もしかしてつまんねえ対決なのかな。あー、やばい。おっと、おっと、あ、ドローだ。3、2、1、ゴーシャー。うわ、こんな、あ、こうなっちゃうのね、やっぱね、厳しいですな。これは厳しい。歯が多いから、これ互いに歯が多いから、もうすごいね、歯が多いボイス。なんともう出る言葉もないね。何も話すこともない早送りしたいぐらいなんだけど、言うことはドローをやめてくれって言いたい。そうなんですか、そうなんですか。おっと、ヘルサラマンダーかな。続いて私はヘルサラマンダー12アンダーオービットでいきます。はい、僕はトルネードワイバーンポリッシュオービットでいきます。はい、3、2、1、ゴーシャー。斜めでいいんだけど、やっぱり一緒かな。動きがほぼ同じドライバーだから、最初のダメージが効いてこないときついね。ということで早送りかな、これは、はい、いや、しちゃダメか、対決早送りしちゃダメだね。さあどうなるかな。止めまさか。おー、ワンダー、シーツーワン、ゴーシャー。はい、ヘルサラマンダー5枚刃に変えてきたよ。さあ、これで変わるのか。変わるのかな。同じだ変わんないね。まあ、それそうか。トルネードワイバーンがね、うまくいなしてんだよね。終わりには負けるんだけどね。はい、そう、最後の最後で負けてるからしょうがないけどさ。厳しいかな、これは。うん、厳しい対決だね。やべえ、厳しい対決は厳しい対決。おー、ヘルサラマンダー、ヘルサラマンダーということで、トルネードワイバーンポリッシュオービットが0ポイント、ヘルサラマンダー12アンダーオービットが3ポイントということで、ヘルサラマンダー12アンダーオービット2回戦突破です。えい、はい、ということで今回の AB ブロックの第2回戦ね、勝ち残ったのはこの4つの米なんですが、なんとですね、ゴッドシリーズが全員負けちゃった。そう、ゴッドシリーズが全敗しました、残ったのは超絶だけ、うん、ということなんだな。うん、やっぱり超絶の方が強いってことだね。これね、よく分かったね、今回ね、うん、はい、ではですね、次回は C ブロックやりたいなと思います。前回のね、コメントでもあの改造書いていただいたんですけれども、うん、もし書き忘れたよって方いらっしゃったらですね、このコメント欄におすすめ改造例載せてくださいね。い、次回は C ブロックで皆さんの改造例をですね、採用して戦わせてもらいたいなと思います。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、ちょっと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。